はいどうも、妖怪をチップニップに今回もやっていきます。三赤使った無課金攻略、まあちょっとね、三赤使った無課金攻略封じのね、今妖腕グランプリやってますが、こうやってね、種族ボーナスね、制限されていて、一応ね、このイベントガシャ回すのやめようかなと思ったんですが、一応ね、私冬ニャンのファンでもあるので、まあちょっと冬ニャンはね、さすがに行かなきゃということで、一応聖騎士冬ドレッドガシャやりたいと思います。なんと今日だけなんだよね。で、ランク Z のネロチ、まあ ZZZ だったのにランクダウンですね。ナンダークフリートなんか、トリプルダウンですね。SSS になっちゃったということで、まあ、今回冬ニャンが割とマシなのかなっていうね、あの必殺技だけだけど、はい、冬ドレッドの方が強かったんじゃねえのっていうか、みんなね、ニャンサーイベントの妖怪ってみんな強かったんだけどね。で、一応特攻もね、あ、俺コメントで間違えて返しちゃったな。冬ニャンの方がギアだったんだね。今回はね、もう妖腕は何が難しいって、特攻が何種類もいるっていうね、ギアがいて、そんでね、ダメージの特攻がいてってそんでさっき言った通りね、種族制限もされて、さらにダメージもね、制限されてるっていうね、40区というかね、うん、なんかすごい抑え込んでくる感じですよね。ダークネロチ、あとナンダークフリートね、でダークキュビンもいるんだね。はい、ということで歌詞やっていきましょう。1日だけなんだよね。まあ、ニャーさん以外のね、妖怪、今回非常にみんな重要なんで、まあ、このガシャで、いっぱい出さないと無理なんだけどね。もう、あとはラストチャンスだけですかな。一応、はい、金曜日のこの日だけで、ということですね。で、さっきも言って繰り返しちゃうんですが、一応このね、まあ、レースポイント玉ってのが加わったにせよね、今回こうやって、制限があるんだよね。だからダメージに制限があるというかポイントか。だからそうだ、普段だったらね、ふみちゃんとかさ、ニャーサーゲットしてたらクリアできるぜなんていう感じになるんですけど、まあ今回ね、復刻が一番の目玉なのかな。こうね、ギアがないと1位になれないっていうねでかつさっきもね、あれだけど、ダメージも制限されて、でかつね、種族もね、制限されちゃってるので、まあ本当に難しいイベントだなっていうね。種族制限って今までなんかボス戦というかプニプニやるとこだけだったのに、こうイベントの方もね、種族制限されちゃって、でもあれも多分今薄らかげ出てたけど、そう、本番の方の大妖魔カップでどんな種族が出てくるかも決まってないはずなんだよね。なので、まあ、ギアが重要なのか、ポイントアップ妖怪が重要なのかっていうね。まあ、ただギアがないと1位は取れないのは間違いないので、ほんと難しいイベントだよね。はい。まあ、聖杯。まあ、無課金ではほぼ不可能に近いイベントなのかなっていうね。そんな感じですけど。ごめんなさい。ちょっと長くなっちゃいましたが、ガシャ回していきましょう。で、さらに今回ウォッチもあるからね。まあまあまあ。この辺はどうなんでしょう、反撃スルーで倒せんのかな。もう反撃スルーすらめんどくさがり屋なんだよね、私はい、行きましょう。なんで、まあ普段の生活を充実するためには、冬ニャンよりも桜カップの方のね、特攻が欲しいかなっていうところなんですけどね。行きましょう。三赤もったい、なんかちょっともったいないけど、三赤10連回しましょうね。なんかプレイしてる人明らかに少ないもんね。お助けする人もあんまりフレンドさんにいないっていうかね。まあでも10連ぐらいかなっていうね。あとラストチャンスかな。でも今回復刻の ZZZ、 多分この前滅竜が 2.4% だったから、あれなんだけどね、あんな感じの復刻になるのか。今回は復刻メインなのかな。でももう特攻になっちゃってるしね。私、このメインアカウントさ、ニャーサーの ZZZ 一体も持ってないんだよね。笑っちゃうよね。あ、やった、ナンダークフリートゲット、これはでかい。これもね、ZZZ だったのに、ずいぶん降格させられたな。しかも、薄らかけなんだよね、なんなりようね。ねえ、SSS とか育てる
意味も感じないし辛いイベントだよな。はい、ただなんだかグリートゲットできたのは非常に大きくて、こいつはうーん、今回でねかなり重要な妖怪ですねSSS だけど重要だから、今回のガシャはもうこのために増してるみたいなところがありますね。チップのドロップアップに桜カップでねギアゲージアップなんで、もう普段のね周回はほとんど桜カップなので、これは非常にありがたいですね。うん、本当に助かります。はい、ダメージを受けたと上手ゲージアップのままだな。はい、闇に落ちてねパワーダウンしてるって感じですね。はい、非常に良かったんですね。これで少しは Y ポイントが稼ぎやすくなるんでしょうか。一応ね、今回しかももう燃料タンクもあんまり、以前は初日で13個もドロップしたぐらいなんですけど、今回は燃料タンクもあんまり落ちないので、もう本当になんかいいですね。はい、このイベントへの向き合い方が非常に楽になります。燃料タンクが1個2個、うーんっていう感じですかね。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。燃料タンクはログインボーナスでねもらえたんで、3個ドロップで1個ログインボーナスって感じですね。はい、じゃあ2番目いきます。はい、これ2番目のアカウントで、2番目のアカウントはでもマシなんだよな。フブヌダルクだけ持ってるからね、21の5ですね。みんな5までいったかな。でなんと燃料タンクが1個も落ちないっていうね、こんなバカなことあるかっていうねすごいな。で今回一応ログインボーナスで1個はもらえてるんですけど、相変わらずドロップはなしと。なんか滅流イベントもあったな。隊長いつかゲットしよう。はい、ということでね、燃料タンクも今回ドロップし、あ、1個、まあこれはログインボーナスか。燃料タンクも本当、ドロップしてないんで、もうお手上げって感じで、まあ、フブヌダルクいるから、やっぱ、さっきのね、ナンダフリートだけ、普段の周回のために欲しいなぐらいですかね。はい、じゃあちょっと運落として、ちょっとフユニャンはね、ちょっと個人的に欲しいんで、なんとかね、冬には引っ掛けたいね。はい、じゃあいきましょう。ちょっともったいないかな。でも ZZZ ガシャ回すよりはいいかな。おお、赤カットインでした。残念。でも SSS はまだちょっと、さっきも赤だから出たんでチャンスがあるのかなと。やっぱ後半になったら多分桜カップも1位取れないと思うんだよね。どうだったっけね、もう忘れちゃったな。1位取れないと本当つまんないよね。頼む、なんだフリート出てこい。おお、キュビンの方か。なるほど、なんかエヴァンゲリオンみたいなキュービだよね。さあなんだフリート来い。うん、まあでも上的、このキュビンはそんなに重要じゃないのかな。でもウォッチの集めるのには重要かもしれないので、まあ SSS だからちょっと出やすいかなと思って回したのはちょっとだけ正解だったかな。一応このアカウントもね、ダークニャンはゲットしております。キュビンはなんだフリート裏マップだけか。全然意味ねえな。これは一番意味のない特攻だったな。はい、まあいいか、しょうがないね。じゃあ3番目のアカウントいきましょう。まあ SSS はね予想通り出てくれたって感じですかね。ナンダークフリート、じゃあそうだよね、おうちパッツもゲットできないから一番意味のないあれですね。はい、本当に3番目いきましょう。はい、これ3番目のアカウントで、このアカウントは24の5までですね。まあ5までやっておとなしく暮らそうかな。10連にアメロコインがあるか。
まあこれぐらいしか楽しあでもベゼル欲しいんだな。ベゼルぐらいはゲットしときたい。元気ドリンクもあんま落ちてないからな。あ、燃料タンクか、4個一番このアカウントが落ちたか。でログインボーナスで1個と落ちとらんね、本当に落ちとらんやないか。全然2桁全然いかないね、ドロップがね。はい、じゃあ行きましょう。今回もう Y ポイントで交換もやめようかな。まあただ一応ね、これからまだね十何日あるんで、まあこの燃料タンクイベントのね普段の集会を少しでも楽しむためにギアがいるんや。ギアがでもギアってさ、ダメージ制限あって特攻がもう一体いて、そして種族も制限されて、ほんとよくもまあこんなの考えたねっていうね。まあちょっと3アカ使ったとかやってるからあるんだろうな。さあ、こんな SSS がいるのに来なかったというね。まあいいか。まあ本当この溶岩が一番難しいよね。さあ金いきましょう。プン。さあ SSS なんだ量欲しい。ああという感じでございました。はい、まあまあでもこんなもんですかね。はい、じゃあ今回こんな感じします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね。まあでも吹雪姫いるからな。吹雪姫がいるかナンダリオがいるかってそんな感じになりましたね。本当にアーサーのイベントって ZZZ 出にくいっていうのがなんか改めて感じますね。とにかく持ってないですね、うん、はい。まあ明日は土日はニャーさんになるかな。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さよなら。まあでもね、ウブヌナルクが役に立ってるんだったらレベル上げやってますね。